や、だから僕将来30兆円くらい稼ぎたいんですよ。2億です。2億再生いってんの。アメリカで一番危険って言われてる場所のスラム街に行って、もう本当あそこ毎週何人も死んでるんですよ。ガーシーに関わっちゃダメみたいな、こいつと喧嘩するぐらいのことすらいかんと思って。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。借金が悪っていう文化をこれ以上日本がずっと広め続けるなら本当に、あと突拍子もないビジネスが生まれづらくなりますよね。だと思います。なんかうちの会社では結構大人がマジで遊べばそれが仕事になるっていうキーワード。あ、めっちゃいいですね。確かに。いや、だから僕将来30兆円くらい稼ぎたいんですよ。まず世界一になってアーティストとして、その後に3兆円稼いで日本一の資産家になった後に30兆円稼いで世界一の資産家になると思うんですけど、もうそうなったら30兆もあるから日本の若者にもバンバンお金貸してあげようかなと思ってバンバンお金借りたい人貸していって好きなことやりなってやっていきたいなと思って。返済期限はなる早でぐらいな、はい、木本ファンド、銀行から借りるよりこっちから借りた方がよくねってなればいいじゃないですか。で、その後権利問題解決しました、はい、で世界に攻めて出るじゃないですか、はい、その辺の話もちょっと聞いてみたいんですけど、最初 MV とか物語とか IP とかで戦おうとしたんですよ、うん、それはキャンディフォックスだったんですよ、うん、要はキツネのお面とかだったり、はい、インスタとかめっちゃかっこよくあれしてました。そうっす、 IP っぽく、要はジブリみたいな攻め方する、うん、どちらかというと雰囲気としては音楽で戦ってるって言ってるよりかは、うん、物語っぽいとか、うん、ただの音楽だけじゃないなという、うん、ナルトみたいな、うん、ちょっと物語ありきの世界観ありきの伏線ありきので、うん、そういう感じで戦いたいなと思ってやってたんですけども、あまりにもお金かかりすぎて、うん、この作戦はダメだと、お金がかかりすぎると思ってパンと中止して、まあ、いつかまたやりたいなと思ってるんですけど、次にやろうとしたのは TikTok だったんですよ、うん、TikTok がやっぱもう今海外にブワー行ってた時で、ちょうど純也の何度とか来て、うん、日本でもそもそも目の前にベトナム君っているんですけど、うん、やっぱこういう日本人なのにベトナム歩いたらみんなから声かけられてるんですよ、うん、うわベトナム君ベトナム君って言って写真撮ってるってめっちゃ集まってるんですよ。ベトナム君周りに再生活何千万回とかね、あ、3千万とか月行ってて2億です。2億再生いってんの、 YouTube と TikTok 合計で。だからこれありだなと思って、要は僕も TikTok でバーって海外をバズればベトナム歩いてうわ技術社長だってなるなって思ったんですよね、うんうんうん、その時にやっぱ TikTok だなと思ってレペゼフォックスに戻した後、うん、キャンディフォックス半年間やってダメだってなって暴露して、うん、レペゼフォックスにした後に TikTok で海外でブワーやってたんですよ、うん、ただそれがめちゃくちゃ受け悪くて、今まで YouTube でめちゃめちゃ過激なことゴキブリだなんだブワーバカーやってたのに、 TikToker がその時まだめちゃめちゃ低く見られてたから、うん、TikToker になり下がっちゃったみたいな見え方して、カジタックも最初 YouTube 来た時めっちゃこう叩かれて、うん、うわ見たくなかったこんなカジタックとか、うん、テレビで見てた人が YouTube やるなんてダセーみたいな感じで、同じようで TikToker になり下がったダセみたいなバーンって結構それもあんまり当たってなくて、しかも海外にもあんまり届いてなくて、その時アリコリズムとかあんまり分かってなかったんですよ。確かに今思えばこれは当たんなかったなって、アリコリズムも今だから理解できるから、あの時の作戦はまだ TikTok 分かってないやつが、テレビから YouTube に来た人も当たる人と当たんない人いるじゃないですか、やっぱうまくフォーマットはまった人だけ当たるじゃないですか。 TikTok 戦略したんですけど全然できなくて、でもずっと俺海外に行きたい海外に行きたいって、まだコロナで行けなくて2ヶ月間ぐらい TikTok 戦略頑張ったんですけど、2ヶ月間ダダ滑りして TikTok も全然微妙くて、いいから YouTube やってくれ、いいから前の動画やってくれと、せっかくキャンディフォックスが終わって昔に戻ってくれると思ったらもう全然戻ってくれないもんだから、でも昔のことやったって僕は海外に行って売れたいのに、なんで日本人に日本語で向けて YouTube やってこんなこと続けてたって、ジャスティン・ビーバー超えれないよみたいなっていうのはやっぱ思っちゃってたから、そしたら8月にアメリカが入れるってなったんです、コロナが明けて、来たーみたいな、これでやった8月になってやっとアメリカ行けるってなってアメリカ行ったんですよ。そこもアメリカ入れるってニュース見た瞬間にもうその日にスタッフに連絡して一番早い便取れっつって、俺はもう行くっつったらちょうど明後日の便が空いてますって言って、よし明後日行くっつって、ちょうどその日誕生日だったんですよ。明後日俺誕生日だと思って、おお誕生日に行くわっつって、でアメリカにバーン一人で行ったんですよ。英語も何も分かんないですけど、行った日に一番やばいことしたろうと思って、アメリカで一番危険って言われてる場所のスラム街に行って、もう本当あそこ毎週何人も死んでるんですよ。そんなようなやばいところでも本当にナイフとかバーンとか人殺されてるような場所なんですけど、ここに一発目一人で夜中に行けたらこれより怖いことはないと、だってアメリカの最も危ないって言われてるスラム街で人が死んでて、もうギャングでも絶対近寄っちゃダメって書いてある場所に、でも他の YouTuber は警察を横に連れて、拳銃持った警察を連れて
一緒に真っ昼間歩いて、それでも動画回してるもんだから生卵とか投げられて、うわーとかなって、もう二度と行きたくないとか、もう人生で一番怖いあそこはって言ってるんですよ。日本の海外の危ないところ行って回ってる人が一番行きたくない場所って言ってるんですよ。そんな場所に夜中一人ペーって英語もわかんないで行ったら、俺はもう俺はやったらよと、俺はもうそんな生半可な気持ちで海外進出なんて言ってねえからなみたいな、もう自分では死なないって分かってるから、死にや死ねんだみたいな感じでボン行って、そっからスタートです。から次の日大谷翔平が野球やってるらしい、行くぞって言われて、でそっからいろんな人とのつながりが膨らんでて、いろんなコラボとかにつながってくる。いや全くアメリカは全くコネもつても何にも分かんないし、英語も分かんないし、なんなら3ヶ月間アメリカにいたんですよ、うん、でメンバーも1人ずつ来てもらって、でもやっぱもう全然分かんないですよ。もうその要は有名になりたいけど、どうやったら俺有名になれんねんみたいな、全く分かんないですよ。その路上ライブしても日本人が来るだけでアメリカに住んでる、うん、ですよねみたいな感じで、ただなんか慣れる気がしたんですよ。なんかああなんかでもアメリカもこんなもんかみたいな、何の手がかりもないけど海外に来てみてなんかいけるなみたいな、手応えは感じた。いや手応えは何もないんですけど、なんか自信だけ逆につくみたいな何にもできなかったです。何のコネもできなかったんですけど、自信だけついちゃって、そしてインドネシアが入れるようになったんですよ。インドネシアって言って、1年前やっと、1年前にインドネシアがやっとコロナが明けて入っていいよってなったんで、インドネシアにバーン入って、そこから一人でインドネシアやって、結構振り切って字幕とか、ね、全部インドネシア語にしてました、はい、それがもうめちゃめちゃ不評で、はい、もうすんごい不評で、はい、もうめちゃめちゃ登録者減って、なんなら再生数もどっかん落ちて、ファンも減っていって、でもそれでもめげずにインドネシアでウェーッ、インドネシアで当たりゃええんだよみたいな、いやもう見返してやるみたいな、絶対に当たるまで日本なんて帰んねえぜみたいな、見てろよ日本人みたいな感じでバーンやってたんですけど、まあ、メンバーとかも大丈夫社長みたいになり始めて確かに顔が立ってないな俺みたいな、めっちゃ自信家だから、日本に帰ればいつだって日本で数字取れるよと、うん、俺をなめんなよと、うん、俺はそのまぐれでドームに立った男じゃないよと、うん、逆にまぐれで立てんのみたいな、うん、ドームって、うん、そんな安いもんなのドームってじゃないじゃないですか、うん、たまたま出した動画が1000万再生2000万再生、これはまぐれはあるかもしれないですけど、うん、そういう動画何年間出し続けて、うん、何回炎上を乗り越えて今までがあって、うん、ドームまで来たかって僕は自分で分かってるから、うん、ってなってたんですけど、まあもうやっぱファンももうついてこれないし、やっぱメンバーもなんか不穏な空気流れまくって、うん、僕の立場が全然なくなってきてて、うん、普通に俺はもうこんな顔で普通に、いやいつでも日本取ったらいつでも一遍取れるですよだから言ってるんですけど、これなんか信憑性がなくなってきちゃって強がってる人みたいになってきてて、分からせるかと思って、去年の夏、まあ、全然うまくいってなかったんで9月に1回日本に帰ることを決意したんですよ。で日本に帰るから、まあ、まずは当時ガーシーがめちゃめちゃバーンと言ってたから、ガーシーって何やこれ、彗星のことが現れたじゃない、とんでもない、でみんなもう恐怖におののいてたじゃないですか、ガーシーに関わっちゃダメみたいな、こいつと喧嘩するぐらいのことするのはいかんと思ってDM 送ったんですよ。普通に文句があるな、面と向かって言えやってこうガーシー言うじゃないですか、面と向かって言いたいから LINE 教えてくださいって言ったんですよ喧嘩の LINE バーンっかけて、向こうももうイケイケだから、何がきさーみたいな感じでなってたんですけど、共通のめちゃめちゃ仲いい FC2 の社長の高橋さんがいて、高橋さんがみたいな、もうどっちも仲いいんだから仲良くしなよみたいな、だって高橋さんも今ドバイいるから来なよみたいな言って、じゃあ行きます、高橋さん友達だったのみたいな、でそのガーシーさんも高橋さんとめっちゃ仲いいから逆に意気投合しちゃって、でもまあバズって、それはガーシードバイまで会いに行った人誰もいなかったから、もう YouTube で初みたいになって、でバーンバズって、その後はブレイキングダウンめっちゃバズってたから、格闘技なんて絶対やりたくなかったですけど、もうこれはもうこんなもうオワコンだなんだ言われて、お前なんてもうはいさよならみたいな、海外進出も失敗しました、オワコンって言われてるからなめんなよみたいな、格闘技ぐらい出たらみたいなって朝倉未来に連絡して格闘技いつやってんのみたいな、で俺1週間しかこのタイミングしか日本にいないから、このタイミングでブレイキングダウンやってるって聞いたんですよ、うん、そしたらいややろうか思ってたけどいいよみたいな、もう本当に出たいって言ったんですよ、ブレイキングダウンしかないみたいな、出させてくれお願いだ出させてくれみたいなって言ったら、向こうまでまあいや DJ 社長出るならめっちゃ盛り上がるからありがたいってなって、僕の帰る日にブレイキングダウン起こしてくれたんですよ。だからもう DJ 社長のためのあの日程だったんですよ。いいよみたいなって言って 5.5 が行われて、10人に来て戦ってバーンみたいなバズって、そっからまたちょっと息吹き返して、そっからバン中村さんやウリタさんのあの怖い人たちいっぱいいるじゃないですか、あれもガッツガッツあのブレイキングダウンバーンみたいな、そしたらちょうど XOXO もバズり始めて、音楽でも当たり始めて、じゃあ本当にそれ戻ってきたの日に一気にやれることをやったのが全部当たったんだから、そうさ、あの令和の虎とかめちゃめちゃ当たってよかったなと思って、そうっす、そうなったら XOXO も音楽でバズるわ、ホイも切り抜きでとんでもないぐらいバズり始めて、ひろゆきさんより回るようになっちゃったんですよ切り抜きの帝王って言われてたひろゆきさんよりホイの方が再生数取っちゃうぐらい、ホイの切り抜きがダーッ来てて、一人語りのやつ、そうです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 、いやもう本当そういう戦法
いやだからもう台風のこと巻き起こしてたまたまもあるし、やっぱメンバーのおかげもあるし、やっぱこうブレイキングダウンのおかげでもあるし、ガーシーさんのおかげでもあるし、本当にみんなに、はじめ社長とかもう片っ端からもうお願いだコラボしてくれみたいな、俺オワコンなんやねみたいな言ったら、いいよって言ってすぐパパパってやってくれたんですよっていう感じでコラボしまくって再生数取り戻したんですね。で結果的に400万人登録突破、あもう年末までダーみたいな言って、はい。でこっからまた出演状を海外に戻す。そうです。ただやっぱ海外ってやりすぎてたなと思って、この2年間、うんうん、海外で当たるまで日本に戻らねえみたいなことやってて、うん、これって僕のただの意地っていうかプライドっていうかしょうもない、なんかそれだなと思って、うんうん、ファンは別に僕はなんか当たるまで帰るとかっこ悪いと思ってたんですよ、うん、勝手に、うん、けどそれをかっこ悪いと思ってる人ってそれを僕しか気にしてなくて社長帰ってきたら帰ってきたら嬉しいし、別に BTS だって普段海外であんだけ当たってるんですけど、うんうん、別に普段は韓国にいるじゃないですか、うんうん、っていう感じでいいんだなと思って、ほんと海外を行ったりしたりすべきだし、日本で当たってないものなんて、日本で人気がない人なんて海外で身の向きもされないし、これってどっちも大事にしないといけないなっていうのは本当に去年一番思って、だから今年は2023年はちゃんと日本と海外を両立しようって決めてます。1週間に1回は日本帰るし、逆にその間は海外飛び回るもん、今日もベトナム、シンガポール、マレーシアみたいな、1泊ずつっていうね。で明日の朝日本帰るじゃないですか。で日本に2泊いるんですよ、炎上万博とかちょっとあって、でその後に次はメキシコとかブラジルとかコロンビアとかあそこらへん行こうかなと思って、ペルーとかでね合流できたら、ああマチュピチュー、ね、はいはい、ね、行きたいです、行きたいです、3月行こうと思って。なんで今年はもうどっちも行きます、ちゃんと。もしかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今不幸かもしれん、でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なの。でもね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくて不幸だった場合、それはねただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやて、好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ、けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命いっぱいやるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなよ。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.